ここから新しいバイパス、道も綺麗です。綺麗に舗装されてます。赤信号なんで止まります。湯川バイパス、青になりました。行きます。しばらくはここは下りです。自動車が避けてくれました。あまり息になってスピードを出さないことにします。橋の継ぎ目を注意します。田園地帯を走る湯川バイパス、チェーン脱着する広場がありますね。休憩所でしょうか。車は一つも止まってませんけれども、見学のためにちょっと周囲を回ってみます。今日はここへ日空の中に小さなドローンを持ってこようと考えてたんですが、今日はやめました。ドローン持ってない、リックは持ってません。さてこれから少し上りに入ります。柏原という地域に参ります。真正面に見えるのが北横岳、八ヶ岳の北横岳、その左にあるのが門の中に入ってますが蓼科山です。オートバイスピード出てる。川の音が、隣は川が流れています。道がいいんで車は飛ばしていきます。私は上りなのでゆっくりゆっくり。うちを出てからここが6キロぐらいのところですね、34分かかっています。
この交差点で休憩しようと思います。これか、横切って休憩地へ行きます。ここにも広い場所がありますから、冬にチェーンの交換場所でしょう。 Wow.